泉式部日記は、泉式部によって記された日記であり、女流日記文学の代表的作品である。中古36河川の一人、小倉百人一首にもその歌が収められている、平安時代を代表する歌人である、泉式部にふさわしく、日記の中に和歌の贈答の場面が品質し、この作品を大きく特徴づけている。作者は、 泉み式部の本人自筆の作品とされることもある。ものの、かつては、泉み式部物語とも呼ばれたこともあり、また主人公であり、筆者であるはずの泉み式部本人を、女という三人称的故障で扱っていることから、別に作者がいるのではないか、との意見もある。一巻。厚道新郎が亡くなった後の、猛に服している一年の間に書かれたと言われている。 長宝5年4月観光元年1月までの数ヶ月間の出来事を綴る。恋人冷蔵定第3王子団上宮ため、御子と親王が前年長宝4年に講じ、またため、御子と親王との恋のため父親にも感動され、さらに夫、立花の道さだとの関係も冷めたものとなって嘆きつつ、強くの日々を過ごしていた泉式部のもとに、ため、 ミコと王の弟礼贅帝第四ミコソチの宮厚道親王の消息の頼りが届く。その後ソチの宮と和歌や手紙などを取り交わし、また数度の訪問を受けるうちに、お互いを深く愛する関係となり、最終的に、泉式部は卒宮邸に迎えられる。この間の和歌の取り交わしと、この恋愛に関する泉式部のありのままの、 心情描写が本作品の大きな特色である。ありがとうございます。